はい、どうもすんです。今回はフリー戦やっていこうかなと思っております。ということで、今回使っていくのはこちらになっております。まあ、一見何のことかわかんないですけど、こちらのオリジナル変化球っていうのを使っていきたいと思います。ちょうど今ね、田中将大コラボで、田中将大と、サイキーカ高校育成中にイベントで出会うことがあるんですけど、なんとそこで、二次特じゃない、オリジナル変化球がもらえるというね、もうね、ぶっ壊れ中のぶっ壊れなんですけど、そこの変化球で手に入るこちらのカーブなんですけど、このカーブ系の変化球がめちゃくちゃ強いということで使っていきたいと思います。いや、強いんじゃないかな、強いんじゃないかなということで使っていきたいと思います。まあ一応ね、この一応、リアタイの前に動画挟んでるんですけど、特徴としては、球速を落とした代わりにキレと変化球が増したような感じなので、そこら辺でね、同じようなね、曲がりの変化球っていうのを混ぜて、シナジーよく使っていけたらなという感じなんで使っていきたいと思います。一応ね、まあいつも通りワンアウト取ってから変えるっていうような形でやっていきたいと思います。ということでやっていきましょう。はい、一応球種としてはね、こちらになっているんですけど、変化量が少なくなっている代わりに、球速とキレが増したような感じになっていますね。なんで、こういう感じの、まあ、なんて言うんだろうね、カットボールの変化球の方向を変えたような感じ。本当に似てるんですよね、そこら辺で。で、上になると、変化球が一段下がると。こういう感じで下がるんで、こういうのも利用していきたいな、という感じになっておりますね。こういう感じで、そう、めちゃくちゃ速いんだよ、そう。一回ちょっとさ、切りたいよね、あの、倍速を。行こう。これで切って、どんな感じになるのか。はい。ちょっと曲がりが早い感じなのかな。カットボールって直前でクイッと曲がるんですけど、だからどちらかといえば、スプリットかな、どうだろう。で、このね、高い、この変化球、こっちは今、左斜め下に落ちてるじゃないですか。これが、ツーシームの逆なんで、ワンチャンね、ワンチャン。ワンチャンね、プロスピの CC メルセデスみたいな使い方ができるのかなと。で、シンカーも入れてみたんですけど、高速シンカーね、よりキレが増して変化量が落ちた。シンカーなんですけど、シンカーはさすがにね、違うね。でも、曲がり的には同じなんで、いや、これワンチャンね、あるかもしんないです。対戦よろしくお願いいたします。早っ！対戦よろしくお願いします。ははは、煽りですか。はい、やっていきましょう。まあね、あれかな、煽りってさ、まあこういう感じで、まあたまにショートにしたりするんですけど、コメント欄でね、煽ってて草みたいな、煽ってて草じゃない、反応してて草みたいな感じのコメントが来るんですけど、あのね、もう何回も言ってるけど、演技だからね、うん、動画外では、あ、煽りなの？はい。みたいな感じなんでね。そう、演技なんでね。動画内で言ってるから、あえて誇張してるって感じなんで、やっていきましょう。はい。こちらになってきますね。やっていきましょう。まあ、どんな感じなのかなんでね、サイキーカ高校はね、格があんま上げられない都合上、ちょっとね、難しい感じになってるんですけど、まずはシンカーから。ちょっと間違えた。うん。左投げと間違えたわ、うん。右投げだ、右投げ。うん。2種類の投手作ってたんだよ。んで、これ、そっちが左投げでちょっと間違えてたんですけど。さあさあさあ、これで多分、角で下げれるってやっぱストライク入んじゃねえのみたいな。よーし、いいっすね。で、ここでね、カットボールを投げるんですよね。でカットボールもね、同じような変化をするんで、若干ね、浮いてる感じとしては、外側、アウトコースなのかな。うん、アウトコースに、まあ、投げることができれば、まあ、流し打ちがあんまり得意じゃないとか、そういう人だと、かなりやりにくいのかなとは思ってますね。まあ、使い方次第ではあるんですけど、まあ、シナジーっすね。なんで、こういう感じで、今度はスプリットを投げて、微妙な変化。逆にね、そう、逆に変化量1難を利用して。で、ここで進化を上げると。どうなんだいと。で、そこら辺の投げ分けっていうか、まあ、何を投げるか分かんねえみたいな、そういう状況になるっていうか。で、さっきカットボール投げたコースに普通にストレートを投げますと。取れるよな。はあ、伸びたな。伸びたくんですね、これは。
まあでもね、変化量が少ないんでね、そこら辺はねちょっと気をつけたいところではあるんですけどね。よし、オッケー。だからここら辺ですね、ボール球風に振らせるのがいいと。さあさあ2回、こちらもまあバント配球ですね、やっていきましょう。よし、オッケー。そう、アウトコースだとねこれが強いんだよな。そう、これが強い、いいっすね。で今度はカットボールと、やっぱ違いわかんのかな、違いとかあんましね。そう、そこら辺は打者目線に立ってみないとわかんねえんですけど、強い気はしますね。はい、ボール、そう、ボール球を振らすことができるんだよな、これが強いと。ここが強い。でここでスプリットと、まあさすがにこれはわかるか、違いは。あ、振っちゃったね。さあやっていきましょう。絶対あぶりしてくるよなこいつ。さあさあ、いいっすね。なんでこの投げ分けで、この投げ分けがハマると自分は何がそれで欲しいかっていうと、カットボールを打った時にフライを打ち上げるんですよね。そう、これが欲しいと。でもこの回転が分かってんのかどうかっていうのを、そう、しっかり打者目線で確かめてみたいな、マジで。よーし、オッケーそう、でもこれ見る限り若干カットボールの方が遅めにタイミング合わせてん、なんだろう、どうなんだろうな。でもシナジーは本当にいいっすね。過去作った投手だとスライダーとかね、でけえ変化球と合わせてたんですよ。あ、でもこうやって、そう、スプリットで緩急取ることできるよね。で、そう、あのスライダーとかでかい変化球と合わせてたんですけど、それはダメでしたね。あ、バレッバレ、さすがにバレッバレ、かつ合わせられるので。で、そう、こういう感じでやっぱり、そう、緩急使えてるね、いいっすね。これ見ると結構良さそう、この変化球、いいっすね。これこう見るとそうだな、緩急やっぱりつけられてんのかな。パープルショックの方が若干遅い気はするね、これ見ると。なんだろう、本当にシンカーの逆バージョンみたいになってるのかな。はい、ということで2戦目ですね、対戦よろしくお願いいたします。一応ね、たまにね1回コメント欄で来たんですけど、なんでお前対戦相手のチーム名晒すんだみたいなコメントが来てたんですけど、これに関してあれっすね、晒さないといけないっていうか、さっきのね、まあ多分ね、心にかなり余裕がない人だと思うんですけど、そういう人の名前をね晒すことによって、皆さんが当たった時にまあ気をつけましょうという、そういうね教訓っすね、一種の教訓っていうか、まあ晒し上げっすね、そういう感じでした方がいいのかなとは思いますね。まあさっきのはさすがにね余裕がなさすぎた気するんですけど、ちょっとね君大丈夫みたいな感じで言いたい気持ちもありますけど、まあまあ、そういうのはね本当にね、一つ一歩引いた目線からね、あ、こいつ、あ、残念なやつなんだなってね、うん、あの言っておきますが、あの、つうかよ、うん、心に余裕がないやつはやるんですよ。あ、ちゃんとした精神の持ち主であれば普通ね煽りしようとか思わないんでね、多分、うん、軽い煽りとかじゃなくて、わざわざ手間かけてあっちは煽りやってるわけなんでね。なのでそこら辺はかなりね、うん、そう、余裕な目で見たらね、まあね、バカにできるんじゃないかなとも思います。まあ、今回のやつはショートにする気もねえなって感じなんですけど、うん、もうちょい面白い煽りをしてほしかった感じでございます。で1シームは簡単に打てますと、ただね、そう、それ以外が打てないてかね、かなりねあかんわ。もう最近な天守の企画のせいで勝率がガクッと落ちてる。5割ねえんじゃねえの、うん、自分もともとそういうね、もう何回も打ってるけど技術で売る系じゃないので、ちょっとそこら辺はね甘めに見てよ、うん、さあということでやっていきましょう。お、角で下げられてないっていうことはこの外配球が使えるね。うん、この外配球開発してからね、開発っていうか気づいてからかなり強く使えてる。そうで、なんじゃこりゃみたいになってる中でカットボールを投げると、いいっすね。でここで今度はこっちですよと。多分これもね入らないんじゃねえの、本当に切れすぎて、うん、切れすぎたわ。でここでカットボールをもう1球投げると思いきや、さっきのと同じヤーツですと。よし、オッケー、ボール球言うたね今。よしよしよし、よし、じゃあ次第2の使い方いこうか。ツーシーム配球ここに行けばツーシームみたいに本当に少しだけ曲がるんですよね。それを利用して今度はオッケー、左下へ曲がりましたと。左下に曲がると相手めちゃくちゃ調べてくるけど、多分オリジナルだけでわかんねえんだよな。イベントデッキ見ても、そう、田中マーから取れたんでイベントデッキ見てもわかんねえと。
で今度は右下に落ちると、あ違う違う、シンカーだ、ミスったすんません、完全にミスったこれ、うん、でもう一回やろう、もう一回やり直し、今度は左下に落ちると、左下に落ちますと、それを利用して、うん、本当に少しなんだよ、でも通信も同じですと、それ通信も同じ曲がりなんですということで、通信を投げると今度は右下に落ちるんですよ。これはその違い、もういわゆる CC メルセデスってやつですね。まあね、もうちょいスレスレに行った方がいいのかな、私イモリですからかなりボール球に寄せてしまいましたけど、でも基本的にはやっぱりこの外配球なのかなと思います。いや、シンカー、さっきのシンカーはかなりミスったな。なんですが、やっぱりカットボールカーブ、この投げ分けがいいのかなと。いいっすね。さあさあさあ、ということで追いついていきましょうと。相手はね、チェンジアップサークルチェンジとかだったんで、いけるっちゃいけるっちゃいける。ボール、よしよしよし、いいっすね。サークルチェンジとチェンジアップの投げ分けとかなのかな、わかんねえけど、うん、多分そうだな。お、伸びるね。これがオリストの弱みだよな、うん、エフェクト上がった瞬間ストレートだなーってわかるんで。さあさあ、ということで2回の裏ですね。まあさっきと同じく、外配球と、このねカットボール、これもう何回も打ってるけど使いやすいな、うん、やっぱ変化量と似てんのかな、回転が。いいっすね。なんでね、まあ一例ではあるんですが、一生カットボール投げ続けて最後の最後で落としたりするのも強いのかなと。いいっすね、これカットボールが強いだけみたいになってるけど、ちゃうからね普通にこいつが強いんだよな、カーブが。名前ね、もう毎回忘れるわ。いいっすねさあ、ということで最終回と、こちらもね見事に抑えていきましょうと。でずっとさっきまでカットボール投げてたんで、このパープルショックを投げると。なんでパープルショックを投げつつ、でもやっぱり回転っていうのは違うっちゃ違うんですけど、変化は同じなんで、結局ミートの合わせるポイントとしてはね、ずれちゃうんですよね、こういう配球をしちゃう、すると相手はずれるんで。いいっすね。でこういうことができると。んで久しぶりに、超久々にインコースを投げて、しかもその中で緩急差をつける。よしよし、空振ってるよね。それを私は見越していると。んで、これ普通にカットボールとか投げるコースなんですけど、ここにシンカーを投げて、ちょっと変化量多いんでね、これ。空振っていくと。いいっすね。もう完全に虜になってるわ。インコース配球も強いよな。タイミングの取り方むずいからさ。じゃあ次はインコースでちょっと。つけていこうか、竿。よし、いいっすね。いや、いいな、これ。そう。んで、さっき横に曲がったんですけど、今回は、ちょっと下に曲がりますと。まあね、合わされてしまうのは、まあ、仕方ないっすね。でもね、それでもね、まあ、合わされてしまうけど、おーい、お茶。で、ここでスプリットと。かなりこれ、ギャンブルなんですけどね。ただの緩急差なんで。ただ、はまれば OK と。よしよしよし。くぅ。守備力今下げられたからかな、角で。ここで進化、曲がらない進化をいきますと。いきまーす。どうだ、よし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 。ということで、次の試合いきましょうか。対戦よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。今回はね、相手の角が低いんで、そのよりフルパワーが見やすいっていう感じになっていますね。なんで、まあ、初見のボールは見逃しちゃうんで、今は見逃しちゃったんですけど、今度はストライクゾーンに入れると。いいっすね。で、今度は、ちょっと、上に曲がる、横変化のカットボールを投げると。はい、ゲッツーは取れないと。まあ、今はスタートしてたんでね。ただね、打たれない。うん。打たれないと。で、ここでもう一回投げますと。落ちる。よしよし。で、今度は、落ちないと。この投げ分けっすよ、投げ分け。よし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 。んで、どっちにしよう。どっちにしよう。今度は、そもそも、曲がらないと。な。さすがに外にやりすぎたわ。よし。いや、今度は、視点変えてインコースにしよう。うん。アウトコースだとね。
まあ、アウトコースだと待たれることがあるんで、まあ、そこら辺でボール球に逃げるような感じでいこう。ボール球に逃げろ逃げろ、ボール球によし、オッケー。で今度はカットボールと、今度は曲がりがちょっと大きいのかな。よし、オッケー。さあさあさあ、点取っていこうぜと。相手の守備陣もねバリバリ能力下げられてるんで、これが抜けるんですよ角の力思い知らされましたねこれ、なるほど、こういう修正入ってるのね。これ総力も落ちんの相手の。そこも行きはねかなり変わってくる気がするんだけど、もうスクイズとかしねえから。さあさあさあ、どうなるでしょうかと。カーブか。うわ守備力出てる守備力出てるわこれ。うわー、格の力えぐい。だってこれだと48だから4、まあだから格40の差が出るわけじゃん。エクスカリは全然落ちてない。いやーこれ格の力思い知ってるね。ゼフ長でも、うん、まあ変えるよねさすがに。これね、そうこんだけ格離れてたらゼフ長とかそういうの関係ねえんだな。ちょっと変えましょう。ちょっとその前に相手のシンカースプリットドロップカーブカットボールと、相手もカットボール使いかよ。まあ大丈夫でしょう。やっていきましょう。さあさあさあ、これね、肩落ちてるとしたら盗塁までできんだけど、そこら辺、ちょっとやってみたいな。一回、全盗塁いきまーす。これでどうなるか。いけるよな、これ。3投いけるよな、マジで。うわ、すげえ。すげえ、すげえやつ見ちゃった。うん、すげえやつ見ちゃったけど、打てなきゃ意味がないと。スプリット苦手病マジでどうにかしたい。いやでこれで30の差だよな。めちゃくちゃ差生まれてるやんと。で相手はスプリット投げてくるけどさすがに分かりますと。これでもね、まあこれは落とさないか。でもねさっき2連続エラーとか普通にあったんで、やっぱり分かんねえもんですね。これで30の差と。さあ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 、ボール。なるほど、ここら辺なのかストレートは。あーなるほど、今のちょっと分かんなかったから、俺ありだな。若干微妙なコースにストレート投げてもこれ振るな、人によっては。ちょっと私またひらめいてしまいましたと。うん、外野変えた何なのこれ、何の違い。シンカーと、さすがに分かるこれは。うん、シンカーだとちょっとね遅いんだよな。うん、何あ、さあさあ2回、パープルショックを投げて、これはカットボールじゃなくてパープルショックです。でも、いや、これ覚えたら、いや、右かよ。でも、ここのコース、そう、ここのコースなんですよ、ここのコース。そう、そうだよな。困惑するよね。で、牽制と。相手めっちゃ走ってきたからな。うん、最近ここで、うん、走ってくる人いない。まあいいでしょう、もういいでしょう。うん。で、これスプリットと。これね、変化量1なんで入るんですよ。オッケー。でさっき思いついた、うん、さっき思いついたやつ、ここに投げたらストレートでもワンチャン勘違いするっていうね。なのでボール球を振らせる。いいっすね。でここでパープルショックを、これボール球に行ってほしい。ボール球に、うん、ボール球に行くパープルショック。オッケー、ボール球振らせていく。でここでカットボール、いいっすね。そう、さっきここで打たれたこのコースにカットボールと。さあさあ、でここで久しく投げてなかった高速シンカーを投げますと。これ変化量でかいんだよな。そう、差をつけていく。でここでカットボールと。オッケー。角で下げられてるからさ、これもっかい3投できんじゃねえの。もしかして3投簡単時代入っちゃいました。あ、そうっすね。さあ、ということで、最終回やっていきたいと思います。まあね、さっきの配球で言えば、まあ、インコースの、まあ、カットボールの投げ分けは、何を使うかというと、この高さですね。主に高さを使い分けていくんで、まあ、だから上の線、下の線っていうのを狙ってもいいんですが、まあ、若干の球速差と変化量の差もあるんで、そういうのも利用していける、かなりおすすめなのかなと思います。で、ここで、こっち上になると変化量がめちゃくちゃ下がって、ツーシームの逆バージョンみたいになるので、ツーシーム風に投げますと。で若干球も遅いんでね、まあ打たれちゃった打たれちゃったんですけど、そう、若干球も遅くなっているので、
本当にねギリギリ投げたらワンチャンいけるんじゃないかなと。いいっすね。でここでシンカーだ、間違えた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 、また間違えた、もうまた間違えた、でここでツーシーム風に投げる、ツーシームを投げると、ツーシーム風じゃねえや、ツーシームを投げると、ツーシームもそう若干曲がるんですけど、ツーシームの方がちょっと変化量が少ない、ただ左右逆なんでこういう感じでボール球を振らせることができますと、芯をずらさせるんですよね。さあさあ、で最後とやっぱり王道の外配球、これカットボールだとストライクに入る、カットボールだとストライクに入るんで、まあ、もう一球投げよう、もう一球投げよう、もう一球投げてボール球を振らせたい、でこれカットボールを投げますと、これカットボールだと入るんですよね、若干の変化量の差で。いいっすね。でもう一回カットボールを投げると、カットボールを投げて OK ということでね、対戦ありがとうございました。あ、まだ、ごめんごめん、間違えた、今なんでやねん。という感じの動画でしたと。どうだったでしょうか。もう最後見事に、白をつけてくれたね、って感じなんですけど、まあ、だから高低差を生かしつつの配球と、あと変化量を若干生かしつつ、の配球と、あとは、緩急差をつけつつの配球、かなり強い変化球になってるんじゃないかなと思ってはいますね。まあただ他のドロップカーブとかの球種、そういうのも強いんで、それを捨ててつけるリスクがあるのかと言われると、まあ人によるんじゃないかなと思います。であるので、まあね、アウトコース、インコースとね、まあ無駄に投げて強いってわけじゃないんですけど、まあコースごとに分けてって感じにはなってくるんですが、こういう感じね、さっきねこれ落ちたコースなんですけど、今度はカットボールで、これボール球なんですよ、ボール球でも、まあ今のはね、悪球打ちがついてるからなんですけど、まあこれはしゃあないね。なんだけど、その投げ分けが強いんじゃないかなとも思っております。カットボールも若干落ちるんですけどね、本当に若干なんでね。で、ここでパープルショックを投げると。よいしょ、あ、そっか。高めだとあれか。忘れてた。高めだとあれなんだ。忘れてた。完全に忘れてた、これ。高めだと変化量が変わるんでね、そういう感じで、まあ、なのでね、そう、高いところ、低いところで投げ方っていうのは変わってくるのかなと。ただ、そう、やっぱり若干の球の薄さあるので、合わせられやすいって点も気をつけて生きていけたらなと思うんでね、こういうね、変化量の多いシンカーとかとね、組み合わせていくのも強いのかなと。だから本当に最強の組み合わせなのかなと思います、これは。ということで、次の動画でしょ。バイバイ。